後悔はあんましないように心がけてるって、受け入れようと思ったらたったぐらい受け入れられるから、それはあんま後悔はないですね。名前一応センボムっていうライターネームで、グラフィティライター、はい、してます。んで年齢22、仕事はまあ今塗装屋と祭りの屋台のお兄ちゃんみたいな感じで屋台の方やってます。初めてタトゥー興味持ったのはちっちゃい頃、まあ僕ん家がその団地とかやっぱ治安が悪いところやった、なので薬剤さんとかも結構やって、見たらおーみたいな、こうどんぶりとかで入ったって、やっぱみたいな、かっこええみたいな、綺麗やなみたいになって、そこからまあタトゥーかっこいいもんやっていう受け止め方で生きてきたから、生きて成長してきたから、普通におのずとそんな感じでタトゥーは入れるようになりました。僕も一回13の頃そういう地彫りは一個あるんですよ、ここに。もう見えづらいんですけど、ここちょっと黒くなってるじゃないですか。これなんか先輩が13の頃になんかよう連れ回してくる先輩がいて、髪の毛染めようと思ったら、俺がちょっとタトゥー彫ってるからちょっと脱げやみたいなってみたいな、タトゥーって聞いたら、でもやっぱ僕もその時やっぱちょっとやっぱやんちゃしょとか嬉しくなって、お願いしますみたいな、十字架でやろうみたいな、もう十字架でいいですよみたいな言って、まあ掘ってもらおうかなみたいな感じで、こんだけしか進んでなくて、もうほんまゲロ痛くて、そのめちゃくちゃ痛かって、僕が想像してたよりかめちゃくちゃ血が出よるんですよ。その割り箸になんか針に2本ぐらいつけて、墨汁つけて、ほんブスブスいかれて、実際入ったらなんかちょっと嫌やなみたいな、当時の なって、やっぱもうこれで大丈夫っすわって髪の毛脱色してるから、その時しかも髪の毛も真っ白になってるんですよ。もうずっと痛いし、頭も、もう頭その染め粉洗い流すと同時にもうタトゥーももうええ言って、それその日からですね、その先輩と会ってないほんまに見事に。ファーストタトゥーはもうこの左腕のガネーシャ。何しかとりあえずもう18の頃なった時にタトゥーが入れたすぎて、予約したものの、その下絵とか決める段階ではまだ全然デザインが決まってなくて、行き道のバスの中では何入れようかなみたいな、入れてもほんま悩んで、うわガネーシャに入れようみたいな。ちっちゃい頃あの夢を叶えるぞっていうドラマが好きやった、あの生き物かっこいいなみたいな、なったんで、まあ、ガネーシャ入れようかなってガネーシャ入れました。ガネーシャ一発目入れた時に、あ、汚れかっこやなみたいな、こっち系で全部入れようと思ったんですけど、アナーキーのユナンキーのアルバムで、守りは日本人の宝やみたいないうバースがあって、あ、それ聞いた時に、お、守り入れようみたいな、守りなんか入れたいなみたいになって、こっちの守り入れたんですけど、何を入れるかあんまりその意識はしなかったんですけど、ちょっとなんか面白いあれで、ガネーシャ鼻長いじゃん、右手の天狗も鼻長いやつを同じところに持ってきてもらえるように、ちょっと言ってる堀さん頼んで、鼻長なんもないんですか、それ以上。これはもう地元の先輩、不思議花っていうポケモンいるじゃないですか、あの花を入れてほしくて、不思議花のその花入れてほしいって言ったら、なんかハイビスカスやろうみたいな、ハイビスカスにのバチバチのもうコピータトゥーみたいになったんですけど、でも綺麗に入ってるんで今気に入ってます。これはもうグラフィティやろうみたいな、本気でグラフィティしたいなみたいな、でもその覚悟、とりあえず首にスプレーって言ったら、もうグラフィティやるしかないやんみたいな。その地彫りを入れたのは、その地元の先輩にここのタトゥーをそのお願いするときに、なんか入れるやみたいな、お前絵好きなやったらなんか描いてみやみたいな、ベロベロで僕そのスタジオに行ってしまって、死んでたんですけど、ちょっと頭の中とかもなんか何も浮かばへんくて、何書こっかなみたいな、とりあえずなんか頭振り絞った結果、なんかもう浮かんできた言葉がもう THC っていう言葉しかなかった、 THC ってほっとこうみたいな感じで掘りましたね。まあ思い出としてはめちゃくちゃいいんですけど、ちょっと中途半端にやった部分もあったから、カバップで多分まあ被せる予定は思ってますね。はい、まあ、
先輩に入れられるいたずら彫りはやめとけって言いたいですね。その自分が乗り気ならそれはもうどんどんやればいいと思うんですけど、いやちょっと嫌がる感じでやってもどうすなったらどうせ消すし、樹彫り入れるんはどうなんですかね、いいんか悪いんか。僕もやっぱ実際この、まあ、この年だし言い悪いはあんま言えないんですけど、まあ、いいんじゃないかな、やんちゃして入れるんやったらまだいいんじゃないかなって思い出にはなるんじゃないかなとは思います。やんちゃがしたいんや思ってやんちゃするやつってあんまりおらんと思うし、なんかドロップアウトしてやんちゃしてまう人らと思うし、その後の生活ってまだ変わると思うし、まあ、そんなん考えて自分が入れたいなと思って入れればそれこそ思い出になるけど、中途半端な思い出入れたらまあ普通ただの後悔でしかないから、そこはまだ考える時間があるんやったらいっぱい考えて入れたらいいんちゃうかなって思います。後悔はそうですね、あんましないように心がけてるっていうか、なんとなく後悔したらちょっとなんかちょっと悔しくなるから、普通に後悔せんように受け入れようと思ったらタトゥーぐらい受け入れられるから、まあ、それはあんま後悔はないですね。